三井千里は、オフィス三井に所属する日本のフリーアナウンサーである。1998年に、読売ジャイアンツのマスコットガール、東京読売巨人軍、ファイヤーガール、2001年に、同、東京読売巨人軍、チームジャビッツ21を務め、当時の名前は、三井千里。2001年はリーダーを務める。他に、司会やリポーター、パーソナリティのほか、テレビ TBSK、 中井雅宏の金曜日のスマたちへに出演経験あり、ドラマや舞台にも出演したり、モデル業も行うなど多岐にわたる。2008年8月には、アイドルやダンサー、アナウンサーなど経験した30代の女性5人によるエンタメ集団、完熟娘を結成し、2008年10月27日に結成初のライブを開催している。 2016年6月1日より、個人事業主として、オフィス密をスタート。所属していた、ジョイスタッフを退社。2016年7月9日に、初ワンマンライブ、三井千里昭和歌謡ワンマンライブを、荒井役史は894ベースにて開催。2016年8月31日に、三井千里誕生日ライブ、夏の夜の夢。夏はまだまだ終わらない。 みんなでワイワイ盛り上がっちゃいましょう。ライブパーティー、カフェドエチゴヤにて開催。2016年12月21日に、三井千里、2016年クリスマス忘年会、ライブ、カフェドエチゴヤにて開催。2017年3月3日、三井千里オリジナル曲待望のファーストシングル、ダイヤモンド C、W レッツステップが3、3発売。テレビ映画、舞台ラジオ DJ。 場内アナウンスキャスターイベントトークショーを司会、ありがとうございます。